ドモン・ケンジは日本の競馬騎手、調教師、北海道出身、1933年に騎手デビュー、第二次大戦を経て、戦後にブラウニーで農林省商店四歳馬、三春ー,ーエンスで春の天皇賞に優勝した。また、史上最大金量での勝利記録を持つアラブの競合玉椿の主戦騎手でもあった。 1960年より調教師に転身し、宝塚記念優勝馬テルテン流などを管理した。弟子に、西浦勝一丸山勝秀、長男の土門和美がいる。1993年、調教師引退。北海道戸前郡戸前村出身。同地は、ニシン漁が盛んで、土門の実家も、大正年間に入りニシンの漁獲量が激減するまで、漁師として、 生計を立てていた。競馬が盛んな土地柄でもあり、土門の父、祖父はいずれも馬種として競争馬を所有し、土門自身も祭りの一環で行われる草競馬に騎手として参加していた。1930年、騎手見習いとして札幌競馬クラブの千葉勝サル東に入門し、翌1931年に同クラブの大崎勝ツオ級者所属で騎士免許を取得。 1933年秋に札幌競馬の障害競争で初期上初勝利を挙げた。以後、所属級者を転々とした後、1943年より阪神競馬場の田中義雄級者に移ったが、同年より兵役につき第二次大戦終結後の1946年に帰還するまで市長兵として中止戦線で過ごした。 戦後競馬が再開されると1947年より、京都競馬場の松田義太郎級者に移り、騎手として復帰。同年10月、頻馬ブラウニーに騎乗して、農林省商店四歳馬を制し、クラシック競争を初制覇した。これは、史上二例のみの頻馬による、菊花賞優勝の一例である。また1949年に、三春を、1950年に応援すと、 春の天皇賞を2年連続で制した。また1948年より松田旧社に入った玉椿の手綱を取り、1951年末までに同馬とのコンビで30勝を挙げた。うち1951年10月16日に出走したオープン戦では 83kg の負担重量で勝利。これは日本競馬史上最大重量での勝利記録として、 残っている。この時ドモンは馬への負担を少しでも減らそうと、自ら2 0ラムのベストを着込んで起乗した。8 0ラム以上を背負った経験がある馬は、玉椿と同時代に走ったアラブの比縁のみであり、後に負担重量の軽減化が進んだことにより、事実上更新の可能性がない記録の一つである。また、1957年には、サラブレットと、 互いして走り、やはりアラブの怪物と呼ばれた声優と読売カップに優勝している。当時としては大記録であった500勝に迫る通算489勝を挙げ、1960年に騎士を引退し、上京師に転身、阪神競馬場で旧社を開業した。ンバアイノクレスピンが活躍した1977年には年間26勝を挙げ、 調教,教技術賞を受賞。また1980年には、前年のクラシック戦線で活躍したテル天竜が、春のグランプリ競争、を宝塚記念に優勝した。管理下の目だった、活躍場は1981年に、日経新春杯を制した、県政グッドが最後となったが、門下で育った長男のドモンカズミ、西浦勝一がそれぞれ調教師、騎手として活躍。 1984年には、両者のコンビが手掛けたカツラギエースが、日本調教馬として、初めて国際競争ジャパンカップに優勝している。1993年、定年制に基づき調教師を引退。2004年5月4日、病気のため88歳で死去した。主な起場場は、カッコ内は土門起場による優勝競争。太島八大競争。主な管理場。 ありがとうございます。